官栄文化とは、16世紀の桃山文化と17世紀後半の玄毒文化に挟まれた17世紀前半の文化。官栄年間を中心として、慶長あるいは玄奈から漢文年間の約80年前後の時期を指す。官栄文化の中心は、京都であったとされ、中世以来の伝統を引き継ぐ、町州勢力と小水のお天皇を中心とする朝廷勢力が、 封建性を強化する江戸幕府に対抗する形で古典文芸、文化の交流を生み出し、後に江戸においても儒学、武家を中軸とした文化が形成され、東西に二二商店の楕円形の文化構造が互いに交錯しながら各地に広がり、金沢などの地方都市を巻き込んでいった。初期には出雲の奥にや古田重成に代表されるように桃山文化の影響を受けた。 歌舞伎の文化が一世を風靡したが、現代演武後には、各階層において様々なサロンが形成されるようになった。代表的な人物としては、茶の湯、池花、文学、儒学、禅、官営の三で、書、絵画、陶芸などが挙げられる。また当時の建築物としては、都市人新能の、桂離宮、御水能天皇の修学院離宮、 徳川家光の日光東照宮などが著名である。だが、身分文化の振興に加えて、内陸都市であった京都は、水運ネットワークに乗ることができずに、経済的に低迷期に入り、代わりに、上方の経済的中心となった大阪を、中心とした、元禄文化が花開くことになる。岩様多兵衛、落中落外図フランスの美術史家、ネリドレによれば、17世紀初頭は、 新しい芸術が次々に生まれた日本文化の一大転換期である。仮の早と佐派の伝統的な絵師に加えて岩佐またべのような画家が登場し、彼らは祭りや協楽的な都市生活をテーマとする新しい風俗画を描いた。彼らの作品は従来の教養主義的なものとは異なり、日常性が施行されたのである。ズレはこうした文化の大転換にあたっては、 ヨーロッパ諸国との交流が大きな役割を果たしたと指摘している。彼によれば、異国から長崎にもたらされた、珍奇な品々が、日本商人の手によって各地に広がり、その影響のもと、日本国内の工芸品や絵画に、新しい衣装や思考が取り入れられるようになったと見られるのである。ありがとうございます。